皆さんこんにちは、かよです。今日はですね、この冬におすすめする私の大好きなよりすぐりのリップを紹介したいと思います。私ね、ランキングつけるのがすごく苦手でして、そうだからね、こう順番をつけたりとか、これが特にとか言うと、なんかね、私の中ではみんなその持ってる子たちは我が子のような感じで、なかなかね、こうお姉ちゃんと妹どっちが大事なのみたいな厳しい目でしっかり選ばせていただきました。よりすぐりたちを持ってきたので、よかったら参考にしてみてください。どうぞ。結構ね、何度か出てきてるものも多いと思います。トムフォードで私が一番今気に入ってるカラーはリップカラー39番マットです。これはね、色落ちがしにくいので使うことが多いかなと思うんですけど、割とね、乾燥はしちゃうのでマットなので、下に何か塗った方がいいかなと思うんですけど、下に何か塗ったとしてもしっかりね発色するので安心して使えるものです。一度塗りだとこんな感じの発色です。もうね、これつけるだけで本当に一気にちょっとこう不思議な雰囲気になるというか、普通の人じゃなくなるっていうかモードっぽくおしゃれな感じ、今時っぽくしてくれるリップだなと思ってます。じゃーん、マックです。これはプレンティーオブパウトプランピングリップスティックのソースウェルっていう色味になります。これもね、 1,2 回かな、何度かこう出てきてると思うんですけど、すごく気に入ってる商品です。これはスースーする効果が入っていて、ぷっくり唇をさせてくれる効果があります。リッププランパーの口紅バージョンっていう感じの質感です。で、発色もね、シアーなのでそんながっつり見た目も発色っていうわけではないかなと思ったんですけど、シアーな割には結構しっかり色がつきます。これも割とピンクベージュっていうか、まあブラウン寄りなカラーなんですけど、唇にのせると割とピンクっぽく馴染むカラーなので、お仕事の時とかにも使えそうなブラウンリップかなという感じです。はい、しっかり塗ってみました。結構スースーします。ハッカみたいな、すごくしっかりスースー感が伝わってくるタイプなので、スースーするリップ苦手な方は苦手かもしれないんですけど、私はすごく好きなので使い心地がいいというか、スッキリする感じですね。次がセルボーグですね。セルボーグの16番です。これはちょっと赤っぽい色味に見えるんですけど、ちょっと不思議な色なんですよね。何色なんだろうっていう感じなんですけど、リップクリームを下に使ってると薄付きになります。なので薄付きにしたいときは全然塗っていいんですけど、結構硬いテクスチャーで発色が出にくいリップとかってどうしてますかっていう風に質問とか来るんですけど、単純に私は先にリップを塗ってからリップクリームを上に重ねます。保湿もね、もちろん上からでもこう浸透していくので、塗らないよりは塗った方が絶対にいいので、私はそういう風に順番を逆にして使ったりして発色をこう出るように調節してます。実際塗るとすごく可愛らしい印象になるというか、本当にこうプルッと見せてくれるので、すごく私は使いやすいリップだなと思って、赤リップ好きだけど顔に合わないとかそういう風に思ってる方がいたとしたら、このリップいいんじゃないかなと思う。発色も優しいけど赤だし、結構シアーなのできつくなりすぎないです。ナーズは悩んだんですけど、どれもすごい好きなんですけど9477にしました。やっぱり好きですね、ブラウン。なんかブラウンリップ紹介になっちゃってる気がするはい、こんな感じの、やっぱり一番この中で濃い発色ですね。こっちはちょっと黄みが多い感じで、こっちはもうなんかダークな暗めで、こっちの方が高発色でしっとり感もあるかなと思います。ナーズはこの質感が私はすごく好きですね。はい、塗ってみました。本当にね、不思議な、多分ブラウン好きじゃない方はどうなんだろうっていう感じなんですけど、私は好きなのでいいからだなと思ってます。結構モード系になるので、多分これでね、無言で歩いてたらだいぶきついっていうか、こう不思議系に見えますか。喋ったらすぐバレるんですけど、アンニュイ系なメイクしたい方にはおすすめなカラーですね。キコの、この皆さんにお土産プレゼントでも、ね、同じシリーズをあげたんですけど、21番のカラー私に持ってます。こんな感じ、わかるかな。結構これもブラウン感ありますよね。一口に塗ってみたいと思います。リップクリームが不要なタイプですね。かわいい。はい、こんな感じです。これやっぱり大好きですね
ツヤ感といい、あと本当になんかリップクリームを塗ってる感じなんですよ、質感が。なんか全然ザラザラしないし、保湿されてる感が、守られてる感がすっごくあります。で、匂いもね、匂いもない、ほぼない感じだから嫌な匂いはしないです。なんか海外特有の甘い香りとかもそんなにしないと思うので、今鼻詰まってるだけかな、多分ないと思います。次はメイベリンのこのカラーです。これはね、本当にの持ちが最強なんですけど、ちょっとねやっぱりつけすぎると差ができちゃうんですけどね、なあの内唇っていうか中の唇の色と差ができちゃうので、そこをカバーできればとってもいい商品だなと思ってます。こんな感じの色で本当にね、こういう風に描いたら後から取れなくなる感じですね。絶対これだけこうどんなに拭いても他のやつがなくなってもこの子だけまだいる確率が高いです、いつも。じゃあつけたいと思います。はい、こんな感じです。これも一気になんかおしゃ顔になるというか、色がはっきりしてるのでポイントになって雰囲気が出るかなというものですね。一回拭いてみるとこんな感じの、ちょっと明るめな色になりましたね。まあ、重ね付けしていくとこのまま見たまま発色で定着もしてくれると思います。で、あとたびたび出てるんですけど、リュクスリキッドリップベルベットマットの04番トムボーイも好きなカラーです。これは本当に落ち着いてるカラーなので、なんか変な塗り方になっちゃった。はい、こんな感じです。ちょっと優しいブラウンなので優しげな印象になって、私ブラウンリップ使い始めの頃はこういうブラウンが一番好きな色味でした。こうポッとこう柔らかい印象になるブラウンがやっぱり使いやすいし、肌色もね悪くそこまで見せてくれないので、見せないので、はい、馴染みやすいかなと思います。これ真似して買ってくださった方とかも結構いて、すごく嬉しかったです。はい、ここまでがリップスティックっていうか、そのリップの紹介で、次はグロスとかプランパーのお気に入りを紹介したいと思います。これはセフォラでちょっと小さめのサイズが入ってて、別々でゲットしたやつなんですけど、本当にこのシリーズ良くて、いいなと思って別々で使ってたんですけど、あ、これそういえば同じシリーズじゃんって途中で気づいて、あ、私このメーカー好きなんだなっていうことに気づいた商品です。グロスはね色がつきづらくて紹介しにくいんですけど、こんな感じの、ごめんなさい汚くて、こんな感じの色味と、お気に入りなのがこっちのカラーで、こんな感じのすごく繊細な色です。分かりづらいんですけど、すごく可愛い。このね2本が本当に私は気に入ってて、プランパー効果があってめちゃめちゃスースーします。で、そのスースーも痛いスースーとか嫌な感じではなくて、とっても気持ちがいいスースーで、なんかもう塗った瞬間、あー、この感じっていう気がするリップで、プランパー効果があって、で香りもね甘い香りで私は好きです。もう色がね優しくて、ラメ感が上品で、見えないと思うんですけど、どのリップの上に塗っても本当にそのいい感じのブラウン感になっているか、この色は特に私はとっても好きで、そこまで色は出ないんですけど、しっかりブラウンに馴染むラメが入ってるので、その先に塗ったブラウンの邪魔をせずに、そのブラウンの良さを引き立たせてくれるグロスっていう感じで、濃いブラウンリップでも明るい淡いブラウンリップでも本当に馴染むし、もちろんブラウンのリップじゃない色でも私は上に重ねて使っちゃってます。もうすっごく気に入ってて、一番私が今好きなグロスって言っても過言ではない商品です。多分このままいけば私一番好きなグロスになるんじゃないかなっていうの商品です。はい、ということでね、今回第1弾でリクエストにもとっても多かったんですけど、私の冬に使いたいリップ紹介とか私のおすすめランキングでした。まあ、大体ブラウンなのでブラウンリップ紹介と何が違うんだよって思われちゃったかもしれないんですけど、はい、すいません、私はこういう色が好きですということで今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。